はい、皆さん、こんばんは。今日は何しようかな。いつもの漢字復習しましょうか。で、この漢字はね、なんだっけ。いや、忘れた。こう、穴。これは穴ってこと。へえ。アザラシは夜に頻繁に、うわ、これはわかんない。情報、浮かぶ。いや、何々してく、いや、長いですね。これスキップする。こうした、これはダメですね、俺。まあいいや。講師ってあの人ですね、あの人のこと。講師。え、違う感じだと思ったけど。まあ。こういう感じか。で、多分その穴の方は出る。でも、こうで出る。はい、こうですね。すんにする。穴ってこと。で、使うのは何だろう。この、これですね。これは多分、普及、陰急、普及校。全然読めない。最近は、ちょっとダメになったんでね。なんか全然動かないね。はい。なんだ。これは出ない。やっぱり普及はなじゃないかな。呼吸か。呼吸穴だったかな。なかったから知らない。で、こっちは、呼吸孔。こっちの書いてないですね。まあ、すぐにする。気まぐれは、まあ、ちょっと、どっちにしようかって感じですね。気が変わりやすいこと。はい。で、これは多分、避けるじゃない？避ける。忘れたな。溶けるか。ああ、氷を水に溶ける。氷が水に溶ける。多分。で、磨く。これは大丈夫。なんとなく、こういうやつが、なんか、こすりって感じするですね。まあ、こっちに木が2つあって、石でもっとこういう感じ、磨く。で、これは、ほんの、違う。ほんのはなんだ？これは、淡路町。これじゃない。ほんの、炎。絶対そういう言葉はある。なんだっけ。ほんのちょっとじゃない。火のこと。これじゃなかったね。まあいいや。
いや、とにかくこれは淡い単、しようがないこととかね。これは何、しようけがないかな。色などが薄い、薄くない、淡い、じゃあそっか。で、使うのはまあ単数とかですね。で、これは狂気、狭いと一緒だよね。音読みは見た目も近い。でもこれはまあ王様が狂ってるだから狂気、狂うってことですね。で、これは竹彦の彦、それ以外はまあ瞬間とかわかんないですね。で、これは一するって、まあ添えるってなんだよね。例を見ましょう。一するは上軸を一した恋、ある枠から離れる。はい、一する、離れるってことですね。それる、はい、なくなるとか、心のままに過ごす、気ままに楽しむ。はい、それでまあ大丈夫で、これは投票、いやー、漂うかな。こう上に行くとか浮かぶって意味かな。水と何かの関係ある、もう忘れた。漂うですね、漂ですね。大丈夫、漂うはやっぱり水面にふわふわと浮かぶこと、それで大丈夫で、これはなんとなくこう、多分こうで読むけど、何の広い、そっか、広大、観光、広いって感じですね。希望や度量が大きい、広い、はい。で、これは語ですね。語性だったっけ。強いって意味か、頑固って意味かな、頑固って意味かな。豪華、あ、強いって意味ですね。これは強くて硬い、丈夫で硬いもの。号泣、号声はあるんですね。金剛、これは金剛だと思います。これはいや、チェックしなくちゃ。これはどっかで見たことあるけど、金剛特別ですね。金じゃなくて金剛、はい。で、まあそういう強いって感じもするんですね。金属ほど硬いとかで、規制や意志が強い、はい、それ大丈夫でしょう。で、次はそのこれはなんだ、これは継ぐ、経でも読むでしょう。重経、いや、わかんないけど、何か経、継ぐですね。あと継承、やっぱりこれは継承だよね、多分。継承、はい、と継続とか分かりやすいですね。継ぐって続くって意味もあるんですね。で、これは磁石の磁、間違いなく。で、磁の他の意味は分かんないけど、大体磁石ですね。
磁気という電磁波磁力磁気まあそっか、はい。でこれは望遠鏡の円、あと広円ですね。そのパーティーみたいなこと、円ですね。はい。で、グーグー。で、これは複製のせいか。の複か。複製のせいだろう。複製のせいだろう。違う。全然違う。制服か。制服のせい。逆だったね。制服は、女子高生じゃないやつですね。まあ、いっぱい騎士が、どっかの国に行って、いっぱい人殺すこととか。まあ、いい意味もあるかもしれないけど。ここに書いてあるんでしょ？敵。犯人を撃ちに行く。大丈夫。で、これは、拷問の拷だろう。ひどく残酷な、まあ、トリコ残酷のようなことをまあ、させるとか、するとか。拷問ですね。はい。で、もうちょっと読みますね。これは多分 馬にあれとあれはわかんないや。これは多分丘とか坂のことかな。旬全然違う。これは速い馬ってこと思い出した。足が速い。旬目。特別ですね、旬ね。旬材。はい、これ旬にする。で、これは多分、いや、ちょういの長、はい、ちょいを示すとか、ちょうかとか、はい、ちょいを示したいのですが、はい。で、これは、先だったけど、今回は、覚えられるでしょう。これは、穴とか、孔でしょう。呼吸孔とか、呼吸穴、どうだろう。はい。で、一回切りますね。